忘れないで、つくも。田畑で働く人たちはそうかもしれない。でも来た時に見たでしょ、ヤマタを脱出しようとした家族を見せしめに殺して亡骸を放置していたところ。ヤマタの指導者と周りの連中はあなたが思うほど単純ではない。特に今は一番顔を合わせるのが危険な時。嗅覚を麻痺させる薬、ここから先はこれを飲んだ方がいい。男のくせにつまんないこと言わないで。ほら、感心してないで急ぎましょう。時間あんまりないんだから。化け物でも生き物だった証拠よ。けれどこの辺りの水と土地は当分人間に益をもたらさないでしょうね。うん、洞窟を。この通りね。ヤマタノオロチへの
持つよ。ええ、ざっと見てもヤマタの生産量の数年分かしら。そうね。でもそれだけじゃないわ。ヤマタではこれを見る限り、ヤマタノオロチへの供物をもう数年間やっていなかったことになる。供物と言っておきながら、実は食料を資材として貯め込む。この時代の人間にしてはものすごい悪知恵よ。そしてそれを必要に応じて他国に渡し、その代わりに何かを得る。もちろん泉はおろか、支配しているヤマタの人々にも内密にして。全ての村を支配する礎か、もしくはただの保身か、それはわからない。本部から得た情報にはそれの説明がなかったから。ええ、確かに最初は伝説に従い儀式がちゃんと行われていたわ。ヤマタノオロチへの供物もね。けれどある時ヤマタの王様は気がついた。ヤマタノオロチは供物を食べないのだって。そして偶然にもそれを調べてるうちに、ヤマタノオロチの力の根源となる場所を見つけた。それが、変でしょ？こんなに密閉されて水の湧き出ている空間なら、普通なら湿気でもっと色が変わっているはず。もちろん長持ちなんか絶対にしない。そう言いながら、ここにある米は収穫されたままの状態。どんな自然環境でもこんな状態を保ち続けることは不可能だわ。そして例外を生み出すとしたら、あらゆるものの分子レベルの構成に物理的な影響を与えて、状態あるいは性質さえも維持変化させることができる技術ね。それがあれば可能になる。ええ、化学反応よ。水素と酸素が結びついて水になる。私やあなたの時代では当然の知識だけど、ここでは違う。ある意味で魔法と言ってもいい存在ね。そしてあそこにある光の源となっている物質は、自然の気まぐれで生み出された奇跡にも近い化合物。多分あの物質は生物の活動力を促進させ、細胞の壊死を防ぐ一方で、その活性化を呼び込む力を持っているわ。だからこの洞窟内では物の腐食も起こらないし、またそこの成分を含む水を飲んだ生物は常識では考えられない成長、あるいは進化を遂げる。普通の蛇が怪物になるように。
それ以上に悪魔の力だわ。この時代にはあってはいけない。うん、本当は未来でも。でもヤマタの長たちはせいぜいその性質を冷蔵庫くらいにしか考えつかなかったみたいね。だからここを破壊すれば全て終わるわ。ヤマタの場合は簡単なこと。でも泉にも同じような物質があるの。イザナミはそれを解読してしまった。もっと上よ。彼女のあの巻物に書いた図式、あれは物質変化。28世紀に発見され、夢のエネルギーとして期待されたものよ。電気信号によって物質を全く違う物質へと変える量子学の最高傑作。そして その暴走で世界は崩壊した。だからカタカムナは危険な技術なの。そのためにも歴史からその存在を消さなければいけない。完全にね。あなたをここに呼んだのは、それを実際に見て、ちゃんと分かってもらいたかったから。そして、ごめん。やっぱりイザナミは、許せない。申し上げます。予定通り、間もなく泉の国境に差し掛かります。もうそろそろ奴らにも我らの情報が届く頃かと。恐れながら、もう必要もないだろう。真っ先に拾ってきたコーダ、そなたに使わす。は？あ、ありがたき幸せ、ご奉にいたします。例の者どもの動きはどうだ。所定の人員を揃え、こちらにこうした上
行動するとのことです。準備は万全かと。そうか。では将軍、行くか。はは。これより正義の戦いへと赴く。繰り返すが、我々に従う者は明日より良き民であり、逆らう者は全て死すべき敵である。これは神の御名に従った神の国ヤマトの正義の戦争である。アマテラス様、何かお言葉を。ヤマトの民よ、明日のために命を我に預けよ。出陣。ええ、つくも。どこに行くつもりなの？ダメよ、そんなことさせない。それに今から言っても間に合わないわ。だって言えばあなたはどうしてたの？止めに入ってるでしょ？以前のあの時のように。そうじゃない。でもね、
このままイザナミが生き続ければ物質変換は残ってしまうのよ。そうなれば彼女がいるだけでこの時代はめちゃくちゃになる。歴史をもうこれ以上変えるわけにはいかないの。限界なのよ。イザナミはまだその力の凄さを知らない。なのにあの子はそれをただ便利なものとだけ思って人に広めようとしている。ううん、たとえ広めなくても彼女が泉があり続ける限り物質変換の技術はどこかから誰かに伝わってしまう。そうなれば歴史は大きく変わって未来は崩壊する。だからもうあの子は許して。機内地方の大国ヤマトの精神を約100年早めたわ。そして今日泉とヤマトは戦った後ヤマトは勝利し泉は降伏。イザナミはクロノフォース調査保安部巡査結城ルカです。何かありましたか？強行調査部警部補上城美琴だ。まずいことになった。まずいこと？泉の軍だが予想外の武器をぶつけてきたのだ。そのためにヤマトの軍は多大な損害を受けて敗走中。イザナミは取り逃がした。どうしてです？数では圧倒的に有利な状況だったはずじゃないですか。
敵は爆弾を使ってきたのだ。これを見てほしい。鬼になった。そういうことなの。本来ならここで泉は大敗し衰退していくはずだった。それでも大軍で攻撃をかけるから意気消沈して投降者も多く出て比較的犠牲も少なくさせる予定だったの。それが勝者両軍合わせて1581名、そのうち山崩しに巻き込まれての人1176名。結城巡査、今回の予定外の死者数はまだ修正可能な範囲内だ。それでもこれ以上続けば未来の歴史に重大な影響をもたらす。君の気持ちはよくわかる。彼女を助けたいとの君の嘆願、できれば叶えたいと思って努力してみた。だがもうかばいきれない。時空警察本部からの追加命令を伝える。当初の予定通り時空間永久危険人物としてイザナミの御事を抹殺せよ。もう修正は認められない。副将を。はい。了解しました。これより調査保安部巡査ユキルカは本件対象人物への接触を開始し、速やかに実行に移ります。確認した。本部にはこの一件私の方から連絡しておく。上層部に便宜を図ってもらえるよう口添えも約束しよう。だから安心していい。
ありがとうございます。それと、この場所に非常時の時空ゲートの開放をお願いします。転送の予定者は21世紀人雨村つくも1名です。了解した。現時点1分後にゲートを開放する。幸運を。